お待たせしました。ついに iPhone でも点点点と、いうことです。この点点点のところから何が、来るのかと。トラブルなんとかしてください。あ、トラブル起こってますか、うん、いやあのですね、iPhone、たくさんダウンロードしていただいてるんですが、今日あの新しいバージョンをリリースしました。トラブルに起こしたみたいですけど、レポート見れませんよと。レポート、ウェザーリポートが遅れるようになったんですね。で、私もさっきやってみたんですけど、遅れました。でも皆さんから、来てるリポートを見ると、なかなかここですね、これがウェザーリポート。例えばあれトントン、あ、キンキンいっちゃいましたけども、はい、こんな感じ。そして、さらに、一つの県を選ぶとこんな風になって、皆さんのリポートがこういう横に出てくると、写真取り込めてないのもありますね。この辺のところがまだうまくいってないでしょうか。皆さんがおっしゃってるやつは、あ、ちょっと絵が取り込めてないようなことがあるかもしれません、皆さんがおっしゃるように日産なんとかしてくださいというふうに伝えさせていただきます。で、実際これからですね、リポートが遅れるようになりました。かなり簡単になりましたですね。こんなふうに、項目が出てまして、これタッチしていくだけになってきますので、まあ、タイトルもこういうふうな形で、入れられるようになってます。これ日本語にしなきゃいけないですね。タイトル、あ、すいません、後でやります。韓国行ってですね、眼鏡落としてきたんですね。まあいろいろございましてですね。ただ先ほどやってみた時にはですね、やりやすかったです。まあお試しください。で、iPhone の方もですね、いろんな、まあ、使い方が、できるようになってきました。昨日確かのバシが iPad の方やってましてですね、このアプリはそのまま iPad で動くと思いますので、まあ、もし iPad ですね入手したという方は早速ダウンロードしてみていただければ、 iPad から、はい、入力もできます。メガネのことは忘れてください。以上、今日の3つのニュースでございました。